こんにちは、ベビチューブです。2人メイク時が始まると結構大変なのが夜の寝かしつけだよね。毎日のことだからね。しかも上の子と下の子が一緒のタイミングで寝るってなかなかないよね。なかなかない。寝たら記念日だよね。そこで今回は2人同時寝かしつけ方法をご紹介します。同じ時間に眠くなるようにお昼寝時間などを調整する。下の子は赤ちゃんだからたくさんちょっとお昼寝ができるように長くお昼寝をさせて、上の子はお昼寝をさせない。分かる。で同じ時間の7時とか7時半8時ぐらいにこう眠くなるように調整をしました。体力が尽きるところを一緒のタイミングっていうのを狙って。おーすごい、操ってるね。操って次は寝かしつけの方法なんですけども、私は最初赤ちゃんがちっちゃい時は、壁に背もたれでこうついて楽な体勢でこうおっぱいを上げながら足をこう V 字に開いて、この間に太もものところに上の子の頭が来るようにして、こっちの手で上の子をトントントンとしながらこっちで赤ちゃんをおっぱい上げてました。多分すっぽりこう狭いところにはまるのが安心するのかなと思って、うちではその方法が落ち着いて寝かせられました。その次は布団に横になって添い乳をする方法に切り替えました。なるほど。うちはね、最初から添い乳だったんだけど、添い乳する時に上の子をこうどちらに。そうだよね。私もそれを悩んだ。授乳しながらトントンしたりこう顔を撫でたりとかして結局寝かしつけたんだよね。その時ちょっと気になるのが、上の子は赤ちゃんを踏みつぶしてしまい、この手でちょっとねやっぱり守っている。そうだよね。2人が寝たのを確認して離して布団をかける、こんな感じでやってたかな。まあ寝かしつけの時間をきちんと決めるっていうのもすごく大事だけど、やっぱり上の子はすごく繊細になってる時期だと思うので、上の子の心のケアを忘れずに、寝かしつけの工夫はできたらいいかなと思います。